ゃあ、じゃあこんにちは。まあ、30日で市内のコンピューター自宅入門ということで、ちょっと安泰一見できなかったと言っていただきます。まず僕の自己紹介一応、はい。筑波大学情報学部の情報科学類というところの、4年目の3年生ですね。はい。で、まあ、来年卒業します。はい。で、まあ、昨年度というか、昨年度なんですけど、一応8月生まれですね。水戸 IT 人材育成事業と長い名前なんですけど、ITA というところがやってる事業をやっていて、今日はそれについてやってもらいます。まあ、今日話すことがいいですね。ちなみにサイトは、open-architect.arch.org で、見ながら読んで聞いていただいても結構です。で、まあ、タイトルがあれなんですけど、まずこの本、皆さんきっとここに来ている方はご存知だと思うんですけどね、30日であの本を読んで自宅を取ることができた人まあ、きっといませんよ。まあ、いるはずがない。あんなの30日絶対できないんです。言わせるとできるらしいですね。まあ、できないですね。で、まあ、ただ、まあ、30日ではできないけど、まあ、OS も何日かかければできるんで、OS よりももっと下です。まあ、コンピューターから全部1からエンジニアで作ってしまうというのも、まあ、足りがたいね。2年ぐらいあれば、どうにか、まあ、できる。というので、まあ、まあ、ここで2人やかになって1人で、じゃあ4人あればできるかっていうと、そういうわけでもなさそうなんですけど、それぐらい結構大変なんですけど、まあ、できないことはない。まあ、そうですよね。できないことはない。で、まあ、タイトルの釣りはこれだけで、まあ、オープンデザインコンピューターでじゃあ何だっていう話なんですけど、まあ、もちろん CPU はインテルでもないですし、ARM でもないですし、ミックスでもないですし、まあ、完全に新しい、新しくデザインして、さらにオープンで公開していくようなプロセッサーを作っていますね。で、ちょっと最初にデモしたいと思います。はい、どんな感じに今なってるかっていうの。で、まあ、ここに一応 FPGA ボードあるんですけど、FPGA 知らない人、あ、まあ、ちょろちょろいるか。まあ、それは後で説明します。まあ、FPGA ボードというものがあって、これの上で動いてます。パソコンではないですね。じゃあ、私の指摘できないことがあるちなみに、この FPGA ボード、音声とかネットワークとかいろいろついてるんですね。学生価格で3万5000円ぐらいある程度の技術で確保する。まあ、こういうふうに飛んできました。若干遅いです。ちなみに、これはこれ、プログラムがなんかおかしいのは、もう一人、伊藤君という人が一緒にやっていて、その人が今日、ネットワーク、これの裏で開催されている水戸カンファレンス、そこで発表しているやつらしいですね。はい。で、まあ、こういうふうに、これ完全に画像で入れてるんですけど、今これ、まあ、ちょっとかなり遅いですけど、これぐらいのスピードでは、サブプログラムをコンパイルして入れて、画像を読み込んで、ディスプレイに取り付けるぐらいは、できます。で、まあ、ね、まあ、かなり遅いですね。もうちょっと早かったんですけど、なんか昨日いろいろ変えたら、ちょっと遅くなったのと、なんかモジュールの順番、流す順番を入れ替えたら遅くなったらと、コンパイラーの最適化を通すと、なぜか割り込みが入らなくなるっていう、不思議な現象が起きてるんで、まあ、こんな感じですね。はい、ちなみに、フラッシュが8メガなんで10枚までしかスライドが入らないんですけど。はい、こんな感じで、じゃあ、本日に。できるかな？はい、できますかね。で、まあ、さっき、この FPGA は一応、これですね。ある程度、台湾方っていう FPGA が載ってる、まあ、クラシックっていう台湾の会社が売ってるデモ方です。で、普通の人も買うことができてたら、普通に買うのが結構高いんですけど、まだこれは FPGA としては安い方で、最近の方を、
万円のレベルなんですけど、これにあのストラティクスとか言ってしまうのも、ボールだけで10万、あ、ボールじゃなくて、チップだけで10万超せるようなものなんで、さすがに学生にそれは買えないんで、これに頑張って納めようということを今、頑張ってますね。ちなみに、わかる人向きに説明すると、大体115万、あ、違う、11万5千、ストラティックエレベルが必要ですね。FPGA ってさ、なんだ、ちょっと説明、まあ、わかんない人がいるとは思わなかったんですけど、まあ、ここに来てる人は、まあ、みんな知ってると思いますけど、まあ、自由に回路を書き換えられる、IC ですね。で、まあ、結構最近はどんどん規模が大きくなってきて、なんかこの前、ギガ人に、CPU2000 個分の性能で秒間約115万、175万通りのパスワードスイッチを可能にする FPGA と人生が載ったんですけど、これちょっと嘘です。全然 CPU よりは性能が出ませんというか、 FPGA 上に CPU を載せても本当の CPU ほど全然性能が出ません。確かに回路をこの中にプログラムとして突っ込むことができますけど、もちろんということなんで、基本的にロータープロトタイプの情報向けの仕組みに使われるんですけど、まあ、今回は無理やり CPU を載せてしまう、まあ、プロトタイプなんで、まあ、いいと思います。なんですけど周波数は全然普通の CPU を載せます。ちなみにこれは50メガです。さっきのはこれです。で、まあここから一応本番という感じで、前半はちょっとスライドつけてたんですけど、後半に行くとグラグラになりますので、まあ、はい。で、まあ、一応このプロジェクトの特徴としては、再利用可能な状態で、ソースとか、仕様とか、プロジェクトの仕様、あとは HDL ですね、Vlog の HDL を公開して、全部、プロセッサーについては BSD ライセンスで、開発環境とかは GCC なんで、もともと GPL になってるんで、まあ、それはさすがに、そのまま GPL ですけど、まあ、プロセッサーは BSD なので、本当に勝手に利用してください。なんで BSD にしたかっていうと、まあ、オープンディスクっていうものが今、オープンコアっていうサイトで作られてるんですけど、まあ、まさに同じようなことやってるんですよね、オープンディスク。かなり先行ってるんで、オープンディスクに対抗するにはもっとライセンスを弱くするしかないということで、LGPL なんですよ、オープンディスクは。なんで、まあ、BSD にしたいということで、BSD にした。あとは、まあ、オープンリスクももう揃ってるんですけど、まあ、開発ツール、アセンブラーコンパイラー、シミュレーターとか、これないと皆さん使ってくれないんで、まあ、一通り揃える。ね、まあ、自分たちでも使う気が起きない。で、あとは、一応、プロセッサーのターゲットとしては、建前上は、モバイル機器に使われているようなものを想定。まあ、最近、OS ですね。まあ、OS ガンガン乗って、もう本当にパソコンが変わらないように、Linux というか Linux-based の Android が載っているわけですから、こういうものが使えるようなものを想定しています。ちなみにこれ研究でやってるわけじゃないんですけど、一応ミトを出してるとなんか研究っぽいやつで、いろいろ、まあ、つけなきゃいけない研究があるんで、これを作ってるだけです。割と勝手に作りたいから作ってるっていうのが実際のところですね。はい、でつまりのところ、敵は ARM なんですよね。大体のところ。ARM を目指している。まあ、ARM のソフトコアプロセッサーというか IP として FPGA 上に載せるようなものは結構オープンコアであるんですけど、まあ、いろいろライセンス的な問題とかもありますし、やっぱり ARM じゃ気に入ってはもうちょっと改造したいというのもありますし、まあ、そういう需要があるのかどうかは謎ですけど、とりあえず敵は ARM です。ちなみにコーテックス M シリーズではなくて A シリーズをターゲットとしてますね、多分。で、一応このプロジェクトとしての目標があったんですけど、プロセッサー単体でどういうことをこのプロセッサーがやってるかというと、まあ、一番の目玉としては、アウトボーダー実行を FPGA 上でやってるんですね。アウトボーダー実行って、まあ、もちろんインテルの、プロセッサーには公開されてますし、確か ARM でも、コーテックス A、いくつだろう、9か15かどっちかだと思います。まあ、最近ですね、公開されました。ただ、FPGA 上に載せようと思うと、回路規模がすごく大きくなって、なかなか簡単な FPGA に入らなかったりとか、まあ、あとは性能が出なかったりとかするんですけど、まあ、これを FPGA 上で実現しようということで頑張ってます。あとは、ハードウェアとソフトウェアの協調動作ということで、実は僕、プロセッサーではなくて、どちらかというと OS なんですけど、もう一人やってる人が完全にプロセッサーやる HDL がやってるんですけど、まあ、一緒に
体でこういう機能が欲しいとか、こうしたいっていうのを、まあ、一緒に考えながらやってるんで、まあ、音質を支援する機能をガンガンたくさん載せるとか、あとは、まあ、そうですね、音質やったらなんで今こんなプロセス、このプロセスはこんな機能ついてるのっていうのを結構いろいろしてきたりはしてますけど、なかなか、まあ、インテルとかは、インテルは本当すごい。アンとか結構いろいろありますけど、まあ、よく考えられてますよね、今のプロセッサーは。なんで、よくよく考えていくと、結局、ああ、これはこうしたんだなっていうのがあるんですけど、まあ、はい。一応いろいろ突っ込んでいくのがいいです。で、あとは、まあ、独自、完全に命令セットが独自なんで、開発環境から一から作っていくんですけど、命令セットからアウトボーダー実行に最適化したプロセッサーって多分今、そこまでない。普通のアウトボーダー実行って、後付けなんですよ、ね。で、後付けすると何が問題かっていうのを、まあ、後から説明するんですけど、対応規模を小さくするには、やっぱり命令セットからアウトボーダー実行を考えて、ちゃんとやった方がいいですね。で、ちなみにアウトボーダー実行を知ってる人、あ、知らない人の方がね、知らない人は、まあ、いないですよね。はい。命令の順番を入れ替えるやつですね。勝手に、プロセッサー側で、依存関係がない命令から先に実行していく。で、なんかそのスライドも後で入れてるような気がした。まあ、はい、そうですね。で、まあ、ミストさんにプロセッサーの位置づけとしては、まあ、これかなり、持ってますけど、こんな感じですね。まあ、アームよりも上に行きたいっていうのがあるんですから、まあ、インテルとか、まあ、パティシンとか、あいつあたりには、まあ、当てなくてもいいかなっていうところもありますけど、ちなみに32って書いてある通り32ミットですね。ちなみにこのグラフはかなり適当です。僕が独断で作っただけです、はい、ただ結構プロセッサーを自作したっていうとこの辺と同レベルに見られることが多いんですよね。なんでこれぐらい持ってた方が多分まあいいかなと思って作りました。ただ実際にこの辺のプロセッサーってみんなアウトボーダー実行アウトボーダーついてないんで、まあ、そう考えるとまあ上の方ですよね。はい、そんな感じです。で、ちなみにあとはこれは鉄キャン用に作ったスライドそのまま持ってきたんですけど、ここのスライドだけですね。まあ、アセムラとマイナリを見た人たちもきっといると思うんで、見せてみました。32ビットポジション命令なんで、ぴったり4バイトが並んでいます。綺麗ですね。どっかのインテルプロセッサーみたいにこうガチャガチャならないんで、見やすい。まあ、これはミックスとか、そうです。アームはちょっと、ガチャガチャしちゃいますね、結構。で、まあ、大体こんな感じです。はい。まあ、ごく普通のリスクプロセッサーかなって感じなんですけど、この辺のムーブ PC 命令とかがちょっとなんかちょっと違うなとか、あとは SRSTR とかなっていう感じです。SRSTR っていうのは、後で説明しますけど、まあ、スタックポインターが実は汎用レジスタじゃないんで、このプロセッサー。システムレジスタ系は特殊な命令です。アウトボーダーをやってるために、まあ、アウトボーダーもやってるに、は必要ないんですけど、アウトボーダーを小規模化するために、システムレジスタは全部別にしてるんで、これなんです。あとは、まあそんな変わんないですね。はい。E っていうのはブランチ命令。で、コール命令はなくて全部ブランチでやってます。なんで PC を移動させる命令が必要なのかとしてますね。はい。で、まあ、実は全体の出来がない。これはプロセッサー以外もいろいろ開発して、完全にコンピューターを作るってことで、プロセッサーだけじゃなくて、今回はいろいろ作って、ここに載せて、完全に先ほどのプレゼンテーションができるようにやってる。でも、プロセッサーだけ作っても、やっぱり何もできないんですね。プロセッサーだけ作ってもダメで、例えばディスプレイに出力しようと思ったら、ディスプレイに吐くためのコントローラーも作らなきゃいけないし、例えば、発力であれば PCI とか載ってますけど、PCI のようなものも作ってあげなきゃいけない。あとメモリーやろうとしたら SDRAM コントローラーとかも、FPGA 上に載ってると、まあ、必要ってことで、SDRAM コントローラーとかも一から書いてます。あとタイマー部分も載ってますし、で、この GCI、DTS っていうのが、本当にプロデューサーにとって基本的なものだけをサポートする、対応バスみたいな感じになっていて、その下に、GCI っていうのは、これは、まあ、普通の X86 でいう PCI に相当するようなものがあって、そのバスにキーボードと今ディスプレイが載ってます。みたいな感じで、キーボードでスライド、画像を読み込んでディスプレイにするのが、キーボードの割り込みによって、まあ、スライドをめくることができるっていうプログラムを、ここに先に見せてます。さらに細か
くいくとこんな感じなんですけど、まあまあいいですよね。これが見るだけです。はい。で、ちなみにこのグラフ線の開発規模がどれぐらいになったかというと、まあもうこれぐらいです。ロジックエレメントっていうのでアルテラは表すんですけど、ダイリンクスのに変換するのはどうやるか知らないです。ダイリンクスはなんかまた違う表し方をするんですけど、それはまあ大体10万ロジックエレメントぐらいがアウトオブオーダーのコアのやつですね。ちなみにアウトオブオーダーのコアは残念ながらこれに入らなくてですね、今これで動かしたのはニューオーダーコア、アウトオブオーダーを取り立てたやつなんですけど、3万2000ロジックエレメントぐらいですね。ちなみに、まあ、かなりでかいと思います、規模としては。コード行数も8万人とか言ってるので、もう、結構やばいですね。で、まあ、ただ開発環境も怖くないですね。まあ、適当っていうのは。で、まあ、やったこととしては、まあ、ここから割と作る方の話になってくるんですけど、まあ、プロセッサーの使用させて、まあ、ちょっとビルドが開発とか、ビルドぐらい。まあ、僕はビルドが分かんないんですけど、あとは、で、僕がやったことは主にここです。使用先では、まあ、大体2人で議論しながらやって、開発環境の部分は僕がほぼやりました。なんですけど、スライドができなくて、この先からどんどんできとりないと。まあ、半分は、まあ、持たせる。ちなみに、開発してて思ったことは、全体的に資料がないんですね。プロセッサーの開発とか、それに伴う開発環境の開発とかになると、やってる方が少ないんですね。みんな出そうとしないんですよね、その資料。まあ、ありますけど、なんか、論文めいたものとか、そういうのを読みたくないんで、なんか、もっと優しいのないかなって探しても、なかなかないもんですね。なんで、間違ってたら、いろいろ方針が間違ってたりとか、方針が間違ってたりとか、あとは、こういうやり方の方がいいっていうのがあったら言ってほしいところもあるんですけど、なんかあんまり突っ込んでくれる人もいないんですよね。なんで、まあ、自分でコンピューターを作るとなると結構、まあ、苦労することは間違いないですね。まあ、知ってる人がいたら、すごくプロフェッサーにおら詳しいんだっていう人がいたら別ですけど、結構今までのプロフェッサーと同じようなものを作ろうと思うといいんです。今回はとにかくアウトオブオーダーに最適化させるってことを目標にやったら、まあ、ないんですよね、っていう感じで。これは、河合さんの方もきっと、あのメッセージ作文が出る前は、いくつもぐらいじゃなくて、あそこまで簡単に解説してる方はなかったと思うんで、同じような状況かな。ちなみに作成の流れこんな感じでやったんですけど、確か、この辺までが、ぐらぐらやって1年ぐらいかかって、離島始まってからここからバーッて始まって、まあ、ここぐらいまでかなって、今バグを潰しまして、どんどんバグが、何回やってもバグが出てくるって感じで、今もう実際これ、さっきデモしましたけど、デモしたのは僕がきれいに叩いてるからじゃなくて、実は日頃連鎖すると、なぜか割り込み周りのバグが発生することがあるとか、あとはなぜかスライドをしばらくめくってると突然固まるとか。こんな感じなこともあるんで、やっぱり FPGA 上の開発は難しいです。デバッグができないので、プリントするのもプリントする関数がまず止まるんで、どうしようもないですよね。 OS の開発と同じようなところだと思います。まあ、作戦考えはこんな感じで、で、このペッサーの使用作戦は、まあ、もともとこの人やってる CPU パッド CPU 伊藤君が、まあ、プロセッサー大好き人間なんで、なんかいろんなプロセッサー作ってるんですよね。で、たまたま、前データフローのプロセッサー、福岡大学にデータフロー検定があって、データフロープロセッサーを作ってることがあります。でも、まあ、アウトオーダーってデータフローを今のノイマン型プロセッサーに応用したような技術ですので、データフローやってて、だけどデータフロー使えねえなと思ったらしくて、ノイマン型でやっぱり、アウトオーダーやろうということで、アウトオーダーに特化するような。作ってて、それを元にしたんですけど、結構形はもうだんだん変わってきたんですね。で、まあ、つまり僕はどちらかというとおまけの人間で、その周りの開発環境を開発してるんです。で、まあ、
液晶を作成するには一番楽しいですね。開発は正直やりたくないんですけど、まあ頑張ってやりました。で、心の中で今思えば失敗したことっていうのが、フローグランドで設計しちゃったんですけど、これは何でかっていうと、グランド依存が少ない方がアウトドーラーが小規模化できると思って、フローグランドに多分したんですよね。あんまり覚えてないんですけど、ただよく考えると、もうすでに中身、このリノベーションステーションというのがアウトドーラーをやるためには中に入るんですけど、このリノベーションステーションは、結局中でほぼフローグランドに変換して命令を実行しているパイプラインが実行される感じなので、実際のところ、中はスリオクランドなのに、アセンブラだけがスリオクランドみたいな感じになっていて、今思えば完全にスリオクランドにしておけばよかったなって思うんですけど、残念ながらスリオクランドで進んでしまったんで、今もスリオクランドで進んでしまったんですが、2等終わったんで、もう何やってもいいんで、2等ある間は進めなきゃいけないんで、ここで方針転換するとかいうと、いろいろ起きるんですけど、見通わったりもしかしたら次よくなどできたりするかもしれないですね。あとは64ビット拡張とかも考えてるんで、その時に次よくなどにするかも、間違いなくすると思います。32ビットもあったら、それは十分いけるんですけど、A フォーマット説明してなかったんですけど、32ビットあればいけます。実はオペコードに10ビットも取ってあったりとか、あとは拡張命令、一命令に対して付属で超簡単な命令を実行できるようなビットフィールドも取ってあったりするので、それを取り除けば全然スリオクランドでいけます。なんでそれやるとスパークとミックスに非常に近くなります。スパークにスリオクランドみたいなほとんど見た命令だと実は思わないんですよ。そうですね、リスクだとやっぱりどうしても似ちゃう感じがします。なんでリスクでスロープランドというのがまず珍しいと思うんですけど、はい、レジスタはどこなんですか？レジスタは、コラセクエストメイク32ビットだと32本は入っています、はい。で、オートモード実行がここにあったんだ、リスクには見てください、はい、で、もっとなんかコアな人たちのために説明すると、これじゃなくて、これはインオーダーコアなんですけど、もう一つもっとでかいミトさんに1032SA っていう名前をつけてるプロセッサーの形なんですけど、ディスプレイの中にちゃんとスーパースターして2命令同時設定をやってて4命令を同時設定で、分岐予測も一応多分やってるはずです。実装できてるかどうかわかんないですけど、やることになってます。片方向の分岐予測とあとは同時的実装をするね。あとオートドーナーについてはまとま収録のアルゴリズム有名なものがあるので、これを使っています。中でレジスタリネーミングもやってます。動画だとすると、結局レジスタリネーミングがかかってくるんですけど、やってます。で、あとは、これが結構特徴的で、プラグ付きの命令を撤廃しています。で、4つとも多いんですか？全部同じようなできるんですか？いや、違います。中では変わってます。で、ちょっとフラグ命令についての話をしたいんですけど、フラグ付き命令、典型的な例が ADDC というのが、エクサプログラス、足し算プラスキャリーを足してあげるっていう命令があるんですけど、アウトボーダーをやるときにですね、なるべく命令の依存関係を減らしたいんです。レジスタを見に行く。どのレジスタを今使ってるんだっていうのを全部アウトボーダーリザベーションステーションとかで見に行くんですけど、それをとにかく減らしたいんです。そうしないと、回路規模がどんどん大きくなっちゃうので、なんで、クラグはとにかく見に行きたくない。なんで、さっき、言ってくれましたけど、実行ユニット、全部でクラグを見に行くようなことをすると、結局アウトボーダーがあまり効きづらくなったりとかしてしまうので、クラグはとにかく見に行きたくない。で、そういう、でもクラグを見に、ブランチは必ずクラグを見に行かなきゃいけないので、フラグの書き込み命令は必ずブランチの直前にあるという前提のもとに作っています。なのでアウトオフローがやらない CPU にサブコマスに何て言いますけど、 IA のコードをやってて、 IA のコードがフラグをバーダブレジスタに切り落とすようになるので、それやると今言ったようにカーブがデコースになって
あの、まあ、すごい実は同じ自分関係になってるんですけど、ISO を作ってるんですよ。はい、そうですね。ISO64 は結構、なんかけど、あの、ロシアがすごい実は同じ扱いで、はい、やってますね。いけるようにしてて、ただ、問題は、それをやると、てかそれよりも多分、解読規模が少なくできそうという。単位実は大きいんですよ。はい、テストの上で実際言うとかって、ね、あれスリットのために3列車に行くと、そうするとはい、レジスタは正直32本も普通は使わないんで、そういうことやっても全然 OK ですけど、はい、てかそれもちょっと考えるべきですよね。この辺結構、体だと夜中とか考えてるとあんまり結構そう、言っててもそういうの後であったなみたいなのがあるんで、もう割と森で実装してるんで、そうですね、いろいろ言ってもらえるのありがたいです、はい、なんで、それもちょっと考えてみます。で、まあ、できなくなるけど、この水力命令をなくすと、できなくなること、例えば、CMP、コンペア命令がなくて、ムーブムーブジャンプってなったときに X86 だと、CMP からジャンプまで全部フラグが、持っていかれますよ。ここからフラグが保存されるって感じなんですけど、この命令先に実行したい。わけじゃないですか。なんですけど、そこでフラグ見に行く必要があるんですね。これはとにかくこっちでも実行してしまいたいですよ。できるのであれば。なんで、ただ、それを見に行くのは、すごく解読的にでかくなってしまうので、こういうことは、もう、ミスト3人プロセッサーで許してません。なんで、必ず CMP の後にはジャンプが来るっていうような制約をつけてます。そうすることで、アウトボーダーに最適化したいと。けど、これはキモいですかね。わかんないです。中はインタビューなしで、もう、はい、あのコンパイラー絶対しますので出す。はい、コンパイラーが、コンパイラーでやれば、アセンブラーは出し、今のところこれを、してるようなことはやってないですけど、コンパイラーは必ず CMP などにジャンプを出すように、もうこれが絶対離れるようなことはやってない。最適化をやっても、多分大丈夫なはずです。僕が見た限りは大丈夫です。はい、逆に今度コンペア遅いとかないんですよ。だから間に違う命令層にしなかったです。あ、ね、60を太いと VLU の適演算を少なくとキャリーとか全部遅いんで、はい、まあ、0とか全部連動遅くなったら、はい、間にいらん命令挟まってばかりとか、はい、命令互換性がなくなるとかいいんです。確かに CMP は、いやでも CMP はそんな遅くない、ただの引き算なんで全然遅くないんで、いやそれだけコンピューター一番遅いの演算機なんです。はい、加算機か、まあ、乗算機か、はい、ただ乗算機とかはクロックいっぱい使うようになってるんで、まあ、加算機で一番、まあだから通常だと加算機を通せるんですけど、しかも加算機コロナにパスやるんですか、普通に2点数するときとか。いや、たぶん。そのときに作ったら、ALU のところを通ってから。ALU 通るはずですけど、この辺りに決めたら。やっぱり何したって、一番なしの感じで。そう言いますよね。ここが自己ユニットなんで、そうですね。てか4つあるっていうのはブランチ、コンプレックス、コンプレックスとかで、こっちがガシマンとかロジックシフトネスとか、これは一発ですぐ終わりだと、あとはかけ算とかだと、あの時戻すとは、これが4命令で、どういうことになるんですかね。なんで、まあ、でも、どうなんですかね、多分、あんまり足し算が遅いとは僕たちにも思ってないので、それは常にそれが足引っ張ってパイプが一番遅いのが遅くなるんですよ。だから ALU 2段パイプの時はできないしないので、結局そいつがクロックしやすいんですよ。はい、パイプにパイプを使うと ALU が遅くなります。で、ちなみに言うと僕はこの辺この辺はあんまり詳しくないんで、もう一人いればいいんですけど、今日はどこに行くのか。まあ、ある程度は分かるんで、確かに、そうかもしれないです。でも、そういう人が言うには、遅いのは、掛け算割り算なんで、てか、それはもう、何十キロって切っちゃう、切り出したりしたんで、まあ、いや、でも、そうなんですよ。それよりも、ブランチでやっぱりパイプラインがぶっ壊れるとか、ロードスタイルとかあるとか、そっちの方を、結構気にしてる感じがしました。で、まあ、じゃあ、これ、NDC とか結構使いたい。サバイトの先生とか使いたいけど、
これどうするかっていうと、要するに、まあ、先ほど言われてたようにキャリーを実際に返すような命令を用意してあげれば、これで問題の問題もなく、プラグに依存しないようなキャリー演算ができるみたいな感じですね。で今のところ基本的にはプラグを対象する命令は本当にブランチだけで、これがパイプラインリクエリントのルーツです。あんまり見ても面白くない、ね、面白いです人は面白いですね、はい、でレジスタは32本で、まあスタックポインター、まあ、2種類はシステムレジスタがスタックポインターがシステムレジスタ側にあるっていうのが結構特徴で、これも僕はよく分からなかったんですけど、なんかスタックポインターはシステムレジスタに設けて専用命令で実行した方がやりやすいらしいです。僕はそこを聞かないでくださいっていう感じです。ちなみに関数読み出し規則的には16本は、勝手に保存されて、勝手に保存する関数読み出し側で保存されて、残り16本は使うときは勝手に対し、規約に。ちなみにレジスタの使い方、関数読み出し規則はかなりミックスを参考にしていて、これミックスマウスパクリなどみたいに言われても文句は言えない感じですね。ただ、並び方は全然違います。例えば奇数も4つまでしかミックスは渡せないはずですけど、一応16個まで奇数をレジスタで渡すようになっています。で、確か、そうですね。ただ、奇数を変えた、関数の戻り値とかは奇数のレジスタは別になるというのはミックスで、確かに別レスミックスなんで、この辺を結構参考にします。0レジスタは何ですか？はい、0レジスタ。0はない。0はない。はい、0レジスタは用意していません。で、あとアウトローラーの邪魔になる技術は全体的に排除してあります。僕もなんか賛同するところもあれば賛同できないところもあるんですけど、まあ、アームの CC 実行ですね。これは完全にフラグミングするためです。レジスタウィンドウは、これも、アウトボーダーやセットを変えるのがでかくなるため。リードブランチも同じように、何回でもでかくなるため、もう一回でもくれたら、論外というか、まずもっと命令セットシンプルにしないとダメ。まあ、マイクロコードっていうのはありますけど、それならマイクロコードレベルの命令セットを用意すればいい話で、感じになっちゃうんで、これ、なんでこういうの搭載しないのって、ここまで気持ちよりして、こういうの搭載しないのけど、これはアウトオーダーの邪魔になるんで、こいつらは戦力外ですね。で、MMU については、ページテーブルしか積んでません。自分の中でもちろん積んでません。で、1ページ16キロっていうのは結構特徴ですね。まあ、インナーペーティングで16キロなんで、4キロよりはページテーブル自体も作れますし、ページアウトするより、これは考え方によりですけど、なかなかページアウトしづらくなる感じですね。あと NX ビットとか KMS みたいなものもちゃんとつける。割り込みも結構これはアームの、アームでしたっけ？なんか、はい、なんか、早い割り込みがありますけど、これと同じようなことをやってます。ただ、考え方というか実装の仕方は全然違います。一応今、2つあったかな？これは用意して、結局でもいらねえなみたいな感じの。で、この後にコンテキストスイッチのハードウェアリストの話もするんですけど、コンテキストスイッチをハードウェアリストさせていて、コンテキストスイッチするときに割り込みも一緒にかかって、そこで割り込み入ってくるんですよ。コンテキスト流れてるのに、そこでコンテキストをぶった切って割り込みが入るってことを、まあ、例えばキーボードとかでそういうのが入ってほしくないんですけど、どうでもいい IO とかで、勝手に重要なコンテキストが走ってるのに、そこでぶった切ってコストがかかるということをやってほしくないんで、割り込みごとに優先度みたいなのを設定して、もうすぐに割り込まなきゃいけない割り込むロスもあるので、そういうものはすぐに割り込むようにしたりとか、あとは、そうですね、コンテキストスイッチの切り替えタイミングで、割り込むようにするとか、まあ、CPU が空いてるときに割り込むようにするとか、いろいろな優先度によっていろいろ挙動を変えるような方式に割り込みは指定されます。コンテキストスイッチですね。コンテキストスイッチは、まあ、支援、これ X86 で64ビットだとなくなっちゃった機能なんですけど、あれは使いづらかったからなくなったんですよね。
なんでもうちょっと使いやすく、これは持てるかどうか結構迷ったんですけど、まあ OS 屋的には持ってたら早くなるんじゃないかなみたいに思って持ってみました。まあみんな使っ、もし OS 持てたら使ってくださいって感じなんですけど、まあ、みんなクソみたいに使わないで勝手にやっちゃうみたいなことはしてほしくないんですけど、まあそうですね。で、キャッシュとかもハードウェア側から、ハードウェア側と OS 側から連携するようにして、ハードウェア、CPU 側のキャッシュを OS 側で制御できるように、コンテキスト情報を中に組み込んで、例えばコンテキストが持ってレジスタのセットとかって、ガンガンコンテキストセットで読み出しとか書き出しとかあるんですけど、その部分ってメモリーじゃなくてなるべくキャッシュに持っておいてほしい。その時に優先度の高いコンテキストの場合にはキャッシュに優先的に確保するみたいなものがハードウェアにコンテキストスイッチを任せることでできるんじゃないかと考えています。だからこの辺ベンチマークはまだ全然取れていません、はい、でもプロセッサーのベンチマークの方もバグがいろいろあってですね、一応ドライストーンとか流してるんですけど、あんまりまだ見せられるような数字が出てきてないんで今回は書いてませんけど、こっそり聞いてくれたら出ます。だから期待、全然期待できない。ブラスターはどれぐらいですか？はい、コンテキスト。コンテキスト、まあ全部ですね、コンテキストスイッチは全部持って帰っていけないんで、レジスタで2本とセブンインスタは1本全部持ってます。あ、そうですね、一部しか確かに保存し、コンテキストスイッチの時に一部のレジスタしか保存しないようなプロセッサーもありますけど、このプロセッサーは基本的に全部保存しています。で、まあ、プロセッサーの開発ですね、で、オートモードはのために超能規模化とか言ってたんですけど、結局入りきりませんでしたね。で、まあ、ボーナスってやっぱりでかくなるからみんな TJ のみ乗せないかなっていうのが分かって、じゃあ何もなくはもうつけようってなったのが認証してたほうがみんな前からで、結局間に合いませんでしたが、8月中に開発して、9月の最初の週の OSC にはちゃんと何もなくは作って、さっきのプレゼンのプログラムが動く状態に持ってきました。なんで、未踏の成果には引用雑行を作ったことは含まれてないと思います。それがちょっと残念です。で、1分しかないから、まあこの後、ニューティースの移植とかやろうとしたんですけど、僕がやったことで説明したかったんですけど、この辺スライドできてないんですが、ニューティースの移植、もしプロセッサー開発してやりたかったら、シージェンっていうものがあるんで、これ使うとすごく楽です。あと、コンパイラーの開発、今やるなら LVM の方が絶対にいいですね。この前コミケで本がなんかバックエンド版も出たら、書いてある本が出た、その物理本があるらしいんで、あれ欲しかったんですけど、僕行った人に買ってきてって言ったんですけど、買えなかったんで、あれって発売されるんですかね、なんか欲しいです。とても欲しいんで、もうこれから LVM でやってやろうかなって感じですね。で、コンパイラー、GCC に関しては GCC カールっていう英語のやつですけど、あれあるんで、あれ読むと、残念ながら開発できるかというのは結構微妙で、まあ頑張って他のプロセッサーのソースコードをとにかく読んで、なんで一つすごい自分が知っているプロセッサーがあった方がいい。ただエクサジオがダメです。エクサジオはめちゃくちゃ聞いて読めませんけど、はい。で、まあこの辺ですね、GCC コンフィグのアーキテクチャの下の MDC、この3つ鍵はとにかく GCC を動かす。GCC テンプレートの方がいいですね。シミュレーターも取り扱いは良くて、まあ、火曜規模の 80% ぐらいまでに抑えましょう。そうしないと動かないので、それぐらいならないと思ったらすぐにファクタリングした方がいい。乗り越せできても動かないで正直いっぱい入って、もう 90% だと思います。はい。あと、水戸の評価はあまり、他の、僕のサンドのチームが良かったんですけど、僕はサンドのチームが良くなかったんで、ハードウェア系で水戸を持つ人は物ができて、ちゃんとベンチマークが取れてから応募した方がいいですね。はい、もうみんな PM こんなん行政の作ったって、でも全然興味持ってくれない。やっぱり最近はウェブサービスとか、そういうのばっかりです。はい、まあ、これから日本だとは手取りできたんで、あとは外部を縮小して、OS 載せたいです、ね、こんなん作ったりとか、はい、あとはこれで、まあ、これでもいいですね。はい、じゃあ、すみません、ちょっと時間をオーバーしちゃいましたけど、ありがとうございました。すいません、OS 用命令ってなんか、
どうしようと。おへそ用の目ですか。その辺はまだおへそを乗せる段階まで行ってないんで、あまり考えてないんですけど、ちゃんと、なんですかね、コンペのトップとか、あの辺は多分実装する予定ですし、その辺は基本的ですけど、まあ、あとは、おへそ用の目、例えばどんなのですか。ね、おへそが簡単すぎるとね、スパーメサポートいらないので、はい、難しいおへそ作った方がいいと思います。ユニックスとかリナックスは、しょうもないし、マルチックスをもっと難しくしたような、とんでもないピックアップのやつにして、これはハードの変な目でいるわみたいな、やっぱ、はい、これは昔からなんか名別とかなって思ってるんですけど、思いついた話がなくて、まあ、ユニックスなんかやってるからあかんねんな、だからインテルも結局難しくて取るためになって、簡単です、簡単な言語、簡単な OS ばっかりだと、ハードが簡単なんですよ、でみんなリスクでキッチンで書いてもいいわって言うんで、真逆どうするんですよ。よっぽどの複雑でハードになった方が長いぞみたいな。結構あるんですけど、ただ結構リナックスとか乗せようかなって思ってたんで、ただ OS を自作、最初はやっぱりリナックスとかいきなりどんどん乗せても動かないんで、簡単な自分で自作 OS を作って、それでデバッグをしながらリナックスとかを移植しようと思ってたんですけど、それはどうまあ結構 OS 用目で僕パッと思いつかないですね、あんまりないですね。ありがとうございました。